霊勢ため影は、江戸時代前期の公家,家、歌人。家には、聖与にした、左この絵中将。下も、霊勢家八代当主。実の名、貞子は、ご光美を天皇の天使であることでも知られる。巧妙な儒学者であった父の聖家は、霊勢家の霊勢ため順の三男として生まれたが、下も、霊勢家の所領であった、張間国民木軍、細川省で生まれた諸子であったため、 下冷霊勢本家を継がなかった。ため順とこの霊勢ため価が戦死した後も、聖火は弟のため将に下冷霊勢家を継がせた。慶長17年、ため影は藤原聖火の長男として誕生。父の影響を回り、幼い頃より歌を良くしたという。昭法4年、おじ、霊勢印象の死去に伴い、直命により下霊勢家を相続する。 五光美を天皇の時効として活躍し、松永帝徳や中野院道村等の当時の一流の文人たちとも交流があった。水戸藩二代藩主、徳川光国とも交流を持ち、慶安四年朝廷施設団の江戸下校に伴い、来面を果たした。慶安五年、廃病を患い、時世の苦も読めぬまま亡くなった。京年四十一、歌集に、霊めかげ阿ん歌集がある。 また、官営16年に筆者したという、春、寝覚めが伝わっている。ありがとうございます。